メリデンはアメリカが州国コネチカット州ニューヘイブン郡北東部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口6万868人であり、州内では第9位、郡内では第3位の都市である。メリデンは当初オーリングフォード町の一部だった。1727年に別の集会所を持つことを認められ、1806年には町となり、 1867年に市として法人化された。イングランドのウェストミッドランズにあるメリデン町から町の名が取られた。伝承によると、現在の国道を5号線近くにあったとされるメリーデン、酒場から名付けられたとしている。町で最古の家屋は1711年にソロモンゴフィが建てたものであり、現在でもソロモンゴフィ邸として博物館になっている。1800年代。 メリデンではインターナショナルシルバーやメリデンカトラリーなどの会社が大量に食卓食器類と関連製品を製造していたので銀の都市というあだ名があった。1832年、チャールズ・パーカーとその弟が資本金70ドルでメリデンでは最初の工場を開いた。長年の間に蒸気機関から機関車の車輪、印刷機械、ピアノのストールまで。 幅広い種類の製品を製造した。南北戦争の時、パーカーのメリデンマシーンカンパニーは、北軍からの注文で、1万丁の連発ライフル銃、1万5千丁のスプリングフィールドライフル銃を製造した。パーカーは独自の三段銃の製造をはじめ、1866年の銃と呼んだ。1868年、チャールズとその息子、ウィルバー、チャールズ、デクスターが、 パーカー兄弟従会者を起こし、1934年まで独立した会社として経営していたが、その後はレミントンアームズに買収された。ハンギングヒルズにあるハバード公園は、地元の実業家でブラッドリーハバード製造会社の社長だったウォルター・ハバードが建設資金を出した。ハバードは有名な造園家、フレデリック・ロー・オルムステッドが、 公園の設計図を描くのを助けた。1939年、FM ラジオを発明し、ネットワークラジオのパイオニアだった、エドウィン・ハワード・アームストロングが、ウェストピークを使って最初期の FM ラジオ放送を行う場所にした。最初に建てた、高さ70フィートの送信塔が、現在も建っている。現在のウェストピークには、WNPR、w ワイズ、WKSS、 WDRC-FM、WMRQ-FM、WHCN、合計6曲の FM 放送局がある。1900年、キャッスル・クレイグがハバード公園で落成した。1903年、カーーティス記念図書館が開館した。フランシスカン・シスターズ・オブ・ザ・ユーカリストがメリデンに、その母館を持っており、フランシスカン・ブラザーズ・オブ・ザ・ユーカリストも同様である。クイニピアック側、 サウスメリデンのクイニピアック峡国を打行するアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は24.1平方マイルであり、このうち陸地23.8平方マイル、水域は0.4平方マイルで、水域率は1.66%である。メリデン市内ではロングアイランド湾からバーモント宗教近くまで伸びる山岳製トラップロックの尾根である。 メタコメット産地の多くの著名な峰が並んでいる。よく知られた峰として、ハンギングヒルズ、ラメンテーション産、ショーンシーピーク、ベシーク産がある。一世紀以上にわたって、市のランドマークになっているキャッスルクレーグは、ハバード公園にあるハンギングヒルズに建てられた。クイニピアック川が、市域の南西4分域を切り取って流れており、その領域は、地元住人から、 サウスメリデンと呼ばれている。ここでは川がほぼ1マイルにわたって2つの丘を切っており、露出した砂岩と褐色砂岩の崖がある谷になっている。ハーバーブルックが町の北東部と南西部を切り取り、サウスメリデンでハノーバー池に注いでいる。町役場から西を望む以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。メリデン駅元の鉄道路上跡、現在はリニアトレールになっている。メリデン市はアムトラックが提供する市内を南北に通っている地域鉄道でニューヘイブンやハートフォード各市とつながっている。この線は1839年に開通し、長年ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道が運行していた。 1888年からウォーターバリーとミドルタウンをつなぐ旅客と貨物のミドルタウンメリデンウォーターバリー鉄道の路線も通っていたが1924年に廃線になった。アムトラックのメリデン駅はステートストリート60にある。アムトラックのメリデン駅に停車する列車は下記の通り。アムトラックの列車は通勤ではほとんど使われていない。 しかし、州が助成する通勤鉄道である、ショアラインイーストが成功したことで、2011年には、ハートフォード線を運行することになった。州の資金でメリデンに、新しい駅ができ、市の指導層は駅を利用することになる、通勤客を取り込み、市内に、交通村を創設できることを期待している。これが中心街の再活性化につながるという期待も、ある。 サウスメリデンのクイニピアック川峡国では、メガワット &CR 鉄道の路上跡をレクリエーション用レールトレールであるメリデンリニアトレールに転換してきた。2006年12月に公開され、正式の開通は2007年11月3日だった。1784年からメリデンにはニューヘイブン、ハートフォード駅馬車の停車駅があった。 国道5号線の東メインストリート交差点近くである。その後、同じ駅がグレーハウンドとピーター・パンバスラインズのバス停に使われていた。1970年代から2007年まで、ハートフォードとボストン方面には1日4便、ニューヘイブンとニューヨーク方面にも1日4便が運行されていたが、都市間バスがメリデンには来なくなった。メリデンは、 コネチカット州の広範な公共バス、交通ネットワークであるコネチカット交通とつながれている。市内は3系統の環状線が1時間に1本走っている。B 系統はメリデン鉄道駅を出発し、南のコールズプラザを通ってニューヘイブンとをつなぐ。A 系統は鉄道駅から北のメリデンスクエアを通り、ニューブリテンとハートフォードをつなぐ。 C 系統は東メインストリートと西メインストリートを通り、ミドルタウンとウォータバリーをつないでいる。メリデン・マーカム市民空港は市が所有し、市中心からは南に3マイル、サウスメリデンとイエルズビルの境にあり、民間機とチャーター機が利用している。市内を週間高速道路91号線が通っており、ハートフォード、スプリングフィールド、ニューヘイブンに行くことができる。 週刊高速道路691号線は同84号線に接続し、ウォータバリーなど西の拠点に向かう。ウィルバークロスパークウェイは南のオーリングフォード、ニューヘイブン、ニューヨーク市に向かう。メリデン市の北端ではバーリンターンパイクに変わる。アメリカ国道5号線はノースブロード通りとサウスブロード通りとして市内を抜けている。メリデン教育委員会が 公立学校を運営している。高校の校舎、1909年、赤橋、州内に4つしか残っていないレンズ状、トラス橋の一つ、ロバート・デ・ニーロが主演した1989年の映画、ジャックナイフはメリデンで撮影された。映画の中に市内の多くの目印が映っている。2006の映画、ドット・ドットはメリデンが舞台だった。 アイオワ州とワイオミング州のメリデン、ミネソタ州のメリデン軍区は、このメリデンから名付けられた。メリデンデイリージャーナルが、市の新聞だった。現在は、レコードジャーナルが、メリデン、ウォーリングフォード、チェシャー、サジントンで配布されており、印刷所はメリデン中心街にある。ありがとうございます。